こんにちは、ダイスです。今回はポケモンスカーレットのゼロの秘宝緑の仮面続きからやっていきます。ということでパート8です。北上センターに復活したトモコってやってきました。トモコたちを追いかけて北上センターへ。夜のお祭りだったんだけど昼間も空いてるっぽいですね。一応ね、神社内みたいな感じなので走って行ってみてるんだけど、あー、いたいた。ゼイユさんはやっぱりここいないんですね。なんか踊ってる人いる。いらっしゃい。来るのがちょっと遅かったですよ。お、ちゃん、トモコ来なかった？トモコ様、そういうのいいから。この子は全く、そうそうそうなんです。なんとさっきまでトモコ様がセンターにいらっしゃいましてね、北上センターで保管していた輝くお面を持っていこうとされましたので、センター職員一同どうぞどうぞとお返ししたんです。あげちゃったの？お腹を空かされてたようで、スパイスたっぷりの北上餅を。このスパイス多分秘伝スパイスのことですよね、多分ね。スパイスたっぷりの北上餅を一瞬で平らげてくださった。もてなしちゃったの？北上餅は栄養満点、もっと大きく強くなられますな。トモコは悪いやつで、おめはオオカポンのなのに本当のこと言えないのしんどい。で、トモコたちは今どこなの？鬼ヶ山に登って行かれましたよ。恐れ穴に潜んでいる鬼をやっつけに行かれたのかもな。さすが我らのトモコ様じゃ頼もしいですな。はっ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 はじゃないんだけど、本当の歴史が正しいならきっとトモコたちオーガポンに復讐しに行ったんだ。鬼はお面の力で戦うって言われてる。お面を持ってないオーガポンが今襲われたら負けちゃうんじゃない？助けに行こう。お面を返そう、お面を返そう。私も同じ気持ち。でも手分けしないと。あんたは恐れ穴にオーガポンを助けに行って、私はお面を直しに行った家に戻る。お面とかけらいい？ゼイユさんに緑の面と結晶のかけらを預けた。ありがとう。直したらすぐ合流するからオーガポンのこと頼んだよ。走り方かわいいよね。はい、ということで話しかけます。トモコ様、意外と目つき悪くない？だって悪役だもんね。ダークヒーローなのね。ダークヒーローってはあの大丈夫かな？おばちゃん、はい、トモコ様が蘇った。こりゃめでたい。君は見た？トモコ様がセンターに来たんだ。いや、いなかったってさっきお話ししました。はい、キャッ、マシマシラ様と目が合っちゃった。え、おじさんは？トモコ様は鬼ヶ山に登っていかれましたよ。すごい、ダークヒーローって言ってる人もいるんだね。このセリフはここじゃないと聞けないはずだから一応聞いてみました。それでは恐れ穴にね向かおうと思います。ここね、ちょっと遠回りしちゃうかもしれないけど行きましょう。こうやってなんか向かってる途中で多分ゼイユさん来てくれるんですけど、すごいよね、移動が早いよね、よく考えたら。よっ、これ取りますか？これなんだろう、怒りの前歯。技マシンの種類もね結構増えてるはずなので、新しいやつを覚えたりとかしたいですよね。あ、待って待って待って、落ちる落ちる落ちる、やばいやばい、危ない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 。あれ、洞窟あるね。水登っていくのはどうなんだろう。泳げないから登れないよね。一応今回はね道なりじゃなくてそのまま行っちゃおうと思います。ちょっと待って、ここ来れないとこじゃない？なんか違う気がする。あれ、なんか私違うとこ来てる？違うとこ来てません？ちょっと危ないとこ来てるよね。
降りたい。はい、道沿いじゃないといけない感じになっちゃいました。あれ道違う、ここから上がってくとこ、ここから上がってくとこかな。あ、上がってくとこでしたね多分。そうだね、あれ違う、戻ってきちゃった。ダメだ迷子。どっちに行くんだ、合ってるのかな。ちょっといっぱいいるけど、ここ大量発生中なんだね。あ、合ってたみたい、よかった。あの、なんで間違えるかというとですね、地図ね読めないんだよね。なので間違えちゃうので、見ながらになって遅くなったんですけど、到着しました。いじめられてる、いじめられてるけど、ここの状況って多分ここでしか撮影できないはず。ここでしか多分撮影できないよね。はい、でこんなことしてる場合じゃないんだって。こんなことしてる場合じゃないんだけど、もう見れないからね、やっちゃいました。いじめられてる。ムンダフル。顔。何やってんの。いや、私も何やってんのだったんですけどね。キチン。ポニー。やってやろうぜ。わかった。誰から行く？俺から行く。っていう感じの会話ですかね。なんかそんな気がする。シャーラー。はい、行きましょう。マシマシらせん。マシキャーで、よく考えたらなんですけど、回復もしてこなかったっていうのと、あとあのゾロワークで来る意味がね、お金もらえないのにそのまま来ちゃいましたね。よし、んげげー、一発だぜ。野生のマシマシラは倒れた。どうだ、キキー、よし。ちょっとあいつ強い、どうしたらいい。よっしゃー、行くぜー。こらあんたら、3対1なんて卑怯な真似するじゃない。私らが来たからにはあんたたち蘇ったこと後悔させてやるわ。ちょっとどうする。ねえねえ、人数多くなった、ちょっとこれは厳しくないか。1対1だぜ。じゃあ逃げるか。じゃあなーっていう感じかな。逃げた。私の強さにビビったよね。なんかあの白紙な顔だと思うんだけど。あとちゃんと言いな。お面のこと俺カットなっちまって、本当にバカなことさした。だからごめん、こちらこそごめん、こちらこそごめんね。ありがとう。しょぼくれてたから首根っこつたんで連れてきたの。なんかよかった。ポニオ、本当に鬼様じゃ。あや、めんこいな。めんこいは可愛いね。そう、本当に私も可愛いと思う。すぐあんたからお面返したいんでしょ。鬼様、これか、顔ちょっと怖いよ。会ったばかりだからすぐのこと怖いのかも。慣れたら生きるよ。ダメみたい。え？いや、そのまま渡してあげたらよかったんだと思うんだけどな。はい、緑の面を返した。ポニポニよ、喜んでる。ダイスには心許してるんだね。最初に会ったからだと思います。すぐりくん、すぐりくんが会ってたら違った。やっぱりさ、
残りの3つのお面もオーガポンに返してあげたんよね。センターにあったやつ、あの3匹が持ってっちゃったんだっけ。そう、もともとはこの子のお面なのに。またあいつら襲ってくるかもわかんないし、オーガポン守りつつトモッコ成敗よ。私たち3人でお面取り戻したい結成ね。賛成。名前がどうしようかな。賛成でいいのかな。名前がさ、ねえねえ、名前がやだ。なんか文句あるの。フクリーザーの座下ろすわよ。俺も当たり前じゃん。そうと決まれば水力タウンでトモッコ情報を聞き込みよ。私たちでお面を取り戻すぞ。えいえいおー、びっくりしてるよ。はい、ということでオーガポンがついてくるようになりました。かわいい。話しかけるのもここできるんだね。オーガポンちょっと一緒に行こう。え、どれくらいまで行けるんですかね。あ、これでもついてくるんだ、すごい。このタイミングだけ連れ歩きじゃなくて普通に来てくれるっていう風になってるんですよね。ちょっと北上センターまで降りて道なりに行きますか。道のね、途中から始まるので普通にね降りていきたいと思います。これでオーガポンはいたいた。じゃあ一緒に行こう。ということで町まで戻ります。お面つけてないけどいいかな。なんか不思議な感じですよね。いなくなった。あ、いたいたちょっと離れたところからついてきてくれるっていう感じなのかな。はい、移動していきます。竹林があるからきっとタケノコ取れるんだろうなってちょっと思ったりするんだけど、そういうのはないのかな。はい、言われてた場所までもう少し。ここですね。オーガポンどうしたの。きっと村に入りたくねえんだ。昔村人にのけものにされたから。確かにね。それじゃオーガポンにはここで待っててもらって、私たちだけで情報収集しに行こっか。大丈夫かな。オーガポンちゃんいい。私たち村行く。オーガポンここでステイ。オッケー。ん、何言ってんだろう、英語混じりっていう感じになってるよね。うん、やっぱダメか。待っててね、いい子にしてて。じゃあいい子にしててにしよう。いい子にして待っててね。多分ここどっち選んでも同じ感じじゃないかな。ここにおー、分かったみたい。かわいいね。なんでよいや英語混じりだからだと思う。ステイとかオッケーとか分かんないよね。はい、ということでトモッコ情報を集めに行きます。で、このタイミングでも多分スグリ君とかゼイユさんは村にいてくれるんで話しかけます。トモッコの目撃情報を片っ端から集めるわよ。終わったら合流ね。わかりました。1人目、キチキリス様って本当に空を飛べるんだね。鬼ヶ山をギューンって飛んでった。トモッコ情報1つ目を手に入れた。で、次北上センターで何？お祭りのこと言ってる？お兄さん。北上センターでトモッコ様見たぜ。北上餅いっぱい食ってた。あ、これあれなんですね。町の人たちもトモッコ様のこと言ってくれる人がいるんだね。お、すごい。ちょっと聞きましょう。多分このタイミングじゃないとこの話聞けないはずだから聞いていきますね。特別な会話になるはず。本物のイーネン様、おめえほど緑色じゃなかったよ。そうだね、確かにそうかも。裏とか人いないですよね。いないね。この子たちは変わんないのかな。
すぐりくん落ち込んでる？話しかけても気づいてもらえなくて、なんか申し訳ない。お祭り入り浸ってたいけど課題もやらなくちゃな。何かあったの？騒がしいね。村の人じゃないとあれなのかな、トモコ様みたいな話はしてくれないのかな。あ、なんか普通の男の子いた。君たち看板3つ全部めぐったの？僕とゼイユさんまだ2つ目すら行ってないよなんかごめんね、ちょっとやらかした感があるよね。ここはこの人変わらなさそうですね。多分話してる内容が最初に来た時と一緒かな。ここは水力タウン、表祭りが有名だよ。変わんないですね。トモッコ様素敵。トモッコ情報の人、オレンジ色の話す人がこうやっているのがトモッコ様情報なんですけど、他のも聞きたいですよね。トモッコのいいね犬様、紫のマフラーが素敵ね。アレンジでお散歩してたの。2つ目入手。じゃあ次3つ目聞きに行きたいんですけど、村の人の話もちょっと気になるよね。あとここにねすぐりくんいるんで話しかけます。いくら村の人でも話しかけの照れんべ、めっちゃ可愛くないですか話しかけるの照れるの。え、ネア様、あーネア様、ビリオ様、どちらへ行かれてしまったのでしょう。この人ちょっと違う人なんだけど、美しい田園を見渡せる場所へ行くざますなどとおっしゃっていましたが、一体それはいずこ。この人ちょっと違うんだよね。マシラマシラ様の人がいる。人が倒れてると思ったらお昼寝中のマシマシラ様じゃった。確かに池の周りは寝心地抜群じゃからの。はい、集まりました。次交流しよう。あ、やばい、自動で戻ってしまったかも。聞けないかもしれないね。ここ他にももしかしたら話せる方がいたかもしれないのに、やってしまった感があります。オーガポン、ただいま。よし、集めた情報を合体させるわよ。まずはすぐから。俺が聞いたのはカクガクシカジカ、私が聞いたのはこれこれ丸丸。ふふん、なるほど。二人の情報を合わせるとトモコたちの居場所全部分かっちゃったんじゃない。やった、ゼイユは、ゼイユさんは、私はリーダーだから地味な作業は苦手なの。その辺の人に話しかけても挙動って何も教えてくれないし、私が可愛すぎるせいね。忘れないようにトモッコ情報スマホロトムに登録しとくから。はい、登録されました。はい、これが3体のいる場所です。トモッコたちの居場所がマップアプリに登録された。それじゃあ鬼のお面取り戻しに行くよ。えいえい、おお、え、すぐりくんしないの？俺行かね。着ないよ、退院でしょ。大佐がいれば鬼様も安心だろうし、やることあっから。ごめん、まだ拗ねてんのかな。ま、強制は良くないし、私らは、私らでやろう。どこから行くかはあんたに任せた。オーバカポンのお面全部取り戻してあげようね。ポニョーン。これってオーガポン一緒に今ついてくる状態なんですけど、村の中ってもう一回行けるのかな。ちょっと、あ、いない、あ、いるいる。お、来れるじゃん。怖いって言ってたけど、連れ歩き中なら来れるんですね。あ、よかった、意外と来れるらしい。あ、消えちゃった。やっぱり消えるんだね、知らなかった。ここでびっくりして消えちゃうんだね。あー、さっきいた人たちがいないかも。いるかな、残ってるかな。トモッコ様の話が他に聞ける人たちは残ってるのかな。リンゴ飴の話とかですね。お面忘れちゃった。いやー、変わっちゃった変わりましたね。多分
そっか、本当にあのタイミングじゃないと聞けないみたいです。ちょっと悲しい。一応、マップあたりアプリに3つ入れてもらっているので、次回はねそこから進めていきたいなと思いますが、オーガポンってどのあたりで、アップルヒルズまで出てくれば後ろ来てくれ、あ、来てくれた、すごい。街中にはちょっと入ってくれないけどっていう感じになってることが分かりました。はい、ということで次回はトモコ3匹がいるところに、ここね向かおうと思います。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、 See you!